あ、ちなみにさ、あの、ちょっと雑談をするとさ、皆さんのさ、あの、昨日じゃない、おとといのさ、あのさ、ラストの配信のコメ欄を見て、みこすごいね、すごいね、あの、みんなのことありがとうという気持ちになったよ。面言にするってさ、ちょっと抵抗があったんだよね。なんかそもそもまあ一般の人もコメントできないのもちょっとなんでってなっちゃうだろうし、かつなんかそのメンバーが、まあ、例えば電車バト行為とかやってると目立っちゃうから、それこそミコピー全体がなんかこう悪いみたいな感じに言われたりとか、悪目立ちしたらすごい嫌だなって、そういう風にさせたくないなって思っていたんだけど、そしたらね、もうお前ら全然ハトしないからね。ミコね、感動したんよ。すごい感動した。え、みんな、ちなみにあの時どんな気持ちだったの？いや、なんかさ、中には絶対にさ、福間として見てた人いたじゃん。絶対さ、絶対いたよなと思うのに、なんかみんながさ、すごいチラチラしくコメントしててさ、ちょっと笑っちゃった。ちょっとトイレ行ったの？みこち、うん、トイレ行ってからじゃないの。ドリノフだったら一旦家帰って荷物置かないとダメだよとか言って、マジ笑ったんだけど、ほんとに。うん、なんかアーカイブ見直したのちょっと笑っちゃった。あんなの知らん知らんし、どんな気持ちでこいつら打ってたんだと思って、暴行になっちゃうといけないんでね、トイレは我慢して飲めなよとか言って、え、なんやろあの爆発音みたいなレイドかとか言って距離の星に行こうぜとか言って、もうめっちゃ面白かった。涙出ちゃったもん。あんなのドレンチやとかドレンチやとか言って、いやーすごいなと思ったわ。本当にね、感動したわ。ミコありがとうね、マジで。これからもどうぞよろしく。ちょっとね